こんにちは、こんにちは。松本山田義、田中丸純一です。ひげきたな。今日はね、まあ昼までゆっくりしたんで、遅めのちょっと昼ご飯っていうか食べようかなと思ってます。軽めにね。はい、人来たから撮るんやめたんやけど、ここによう行ってますわ。毎週オフ、ここ。朝飯はね、でも今日はちょっとゆっくりしてたんで、昼飯軽く食べます。ということで行ってきます。ここねということで、買ってきました。朝はねベーグル食ったから、まあ足りひん買ったけど、まあ昼は軽く食べて、まあ、移動がてらにということでですね。まあどこに行くかは、お楽しみですが、皆さんからコメントいただいて、その中から皆さんにおすすめしたいなと思うところに今日は行ってこようかなと思ってます。てか思ったんですけど、これあの嫁といる時はあの柄の服着んといてとか言われたから、これ服どう似合ってる、まあ、似合ってたらええねんけど、あと俺の靴よ、靴モレリアやで、靴。ひゃー、かわいい、モレリア、キャー、モレリア、かわいい、キャー、かわいい、俺の顔の方がかわいい。さて着いたよ、ロンちゃん。ロンちゃん着いたよ。ルイちゃんもいるよ、言うて。ルイさせて。あら、ロンちゃんとルイちゃんと俺。キャー。三人目が一番可愛い。というわけで、スワンボート。スワンに来てます。スワン。帰ろうか。諏訪に来たんですけど、諏訪湖に来たんですけど、するかな。諏訪湖に来たんですけど、これ乗ろうと思って、スワンボート、これ。うわー、やられたぜ。終わったー。もう仕方ないね、しゃあない。まだ早いんかなって。今日休みなんかな、なんで空いてないんだろう。うん、ということで今そこにいたんですけど、だからこっちにもあるんで、ちょっとこっちも空いてないかどうかだけ確認して、もう空いてなかったらもう終わり。とりあえず一回見に行きますわ。はい、まあほぼ空いてないでしょ。なんでなんで、すごい藻がいっぱい、なんか緑、わかる、緑色な。山がカラーにしすぎやろ、スワークも山がカラーにしすぎやろ。緑の藻がいっぱいで山がカラーにしすぎ。はい、というわけでした。うん、開いてません。ありがとうございました。なんで開いてないんかだけ教えてください。うん、え、そんなん知らんやん。5月7から6月30まで平日休みって。そうなん知らんや。今2個見てきたんですけど、これともう1個向こうのやつね見てきたんですけど、あっちに1個あんねん。見える？あっち、これ見えへんか。行ってきよう、ちょっとあれも見て。開いてなかったらもう終わり。はい、行ってきます。
きます。この感じ64、この感じ下手して開いてんじゃね。なんやろ、開いてないとおかしいよな。開いてんじゃん。これ開いてんちゃうか、マジで。入ってへんやん絶対。フェンス閉まってるやん。そこロンの頭の上、フェンス閉まってるやん。教えてよ、なんで閉まってるん。ロン帰るわ。なんでかみんな教えてね。今のドッグランね、行ったらねすごい人いっぱいいたんでやめました。なんでちょっとね、あの諏訪市にあるお花屋さん、なんか何個あったんで、そのお花屋さん行きたいということなんで、もうお花屋さん来てます。でその後はあの諏訪インターか、諏訪インターのにあるスタバでもう行って帰ります。まあこんな感じですよね。また明日のためにしっかりリフレッシュします。うーん。ということでお花屋さん寄った後、ちょっと諏訪湖全体を見て、諏訪湖全体見れるスタバパーキングにあるんですけど、これだね。ルンドルイドかわいい俺。ということで着きました家に。あの諏訪湖のあの足漕ぎボート漕ごうと思ったんですけど開いてなかったんで、なんで開いてないんかみんな教えてください。なんかおすすめしてもらったんでぜひ行きたいなと思って、残念ですわ。まあ一応リラックスもできたんで。ルイ、ルイちゃん、ルイ、ルイちゃんももう疲れてますね。ルイちゃん疲れたの。チュ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 。はい、ということで終わりです。皆さんまた行ってほしいところ、長野県のおすすめ皆さん教えてほしいなと思ってます。ということで今週次また試合頑張ります。よし、よし。